今回も自転車旅でですね、今度は川崎市多摩区に入っていたので、多摩区のね、歴史をね、ウィキペディアから見ていこうかなと思いますが、こっからですね、歴史がものすごく長くなっていくので、途中からはですね、こんな感じに、もうね、めんどくさいからね、こういうふうにすることにしたんですけどね、もっと丁寧にやりたかったんですけど、もうね、これやるの大変なんですよ。で、大きな時代としては、先史時代、古代、中世、近世と近代に分かれる。あと、現代、多摩区発足前と発足後に分かれるということですね。まあ、多摩区っていうのも新しい、わりかし新しいんじゃないかな。ちょっと見にくいね。なんとかなんねえかな。この辺をさ、こうやっちゃって、で、これをもうちょっとこっち持ってきて、まあこれで我慢しようか。まず、縄文時代でございます。多摩川の川岸のに土地の実など水に、なんとかする作業所が作られる。土地の実を水になんとかする。 なんとかする。土地の実ってあまり聞かないけど、昔からある実なんだね。まあ、栃木っていう地名のさ、栃っていうのは木の名前なんだろうね。土地の実ってね、なんか用途があるのかな？ちょっと知識がないからわかんないんですけどね。まあ、その作業する場所が作られたということですね。まあ、もともと日本人は狩猟民族ということで、縄文時代の、まあ、生産的な農業といえば木の実とかですよね。栗とか、どんぐりとか、まあ、そういうやつを、まあ、育てて、その木の実を取って食べたり、あとは動物とかね、狩猟して生活していたので、その背景の中でこの土地の実なんかもこうなんかやっていたわけですね。駐留所、丘の上には集落が作られる。弥生時代、居留所に大集落が作られる。古墳時代、多摩川周辺に古墳が建造される。まあ、古墳っていうのは、なんか偉い人の墓で、もうなんかそういう階級みたいなのがあったいうふうに、まあ、あったかもしれないけども、そういうふうに考えられているのが一般的かもしれないですけども、ですね、一説によると、このユダヤ系がですね、ずっと大陸から渡ってきて、ユダヤ人たちがですね、まあ、溶け込んでいくわけですけども、土木の技術とかね、そういうのを持っていて、入ってきたきっかけに、日本各地というか、人が住んでいるところの河川の氾濫に対して、土木工事が盛んになって、で、そこで余った土砂とかをですね、山積みにしていて、まあ、放置していて、木とか生えた感じになってるところに、たまたま亡くなったその偉い人のお墓になったっていう、そういう意味合いがあって、だから偉い人のためにわざわざ作ったんじゃなくて、偉い人が死んだからたまたま古墳になりそうなとこがあったから、そこに埋葬したみたいな、そういう感じで、
できたんじゃないかなっていう、そういう説がありますよね。旧住斜面には横穴墓地が使える、横穴墓。そして飛鳥時代でございます。実霊制のもと、武蔵国、立花郡、多摩郡、なんだっけ、続きって読むんだっけな、続き郡だったような気がするんだけどな、が、設置される。平安時代の末期、稲毛三郎、安成かな、重成かな、わかんないが、増形城に、読み方、漢字の読み方はわかんないんだよね、に拠点を構え始めると。教養が、教養とかさ、日本史とか世界史とかまるっきりない人間がこれ読んでるので、ちょっと正確なことは言えないんですけどね。あくまでも旅好き目線で、純粋な旅が好きだという目線でこういう歴史を振り返っております。やっぱりね、歴史が分かった上で旅するのが本当はね、理想なんですけどもね、教養とかそういう知識がない人間が旅にはまるとですね、旅してからね、探りたくなっちゃうんですよね。その好奇心の好奇心が今のこの感じをね、作っております。で、この頃により、江戸時代まで、稲毛領と呼ばれる、もともとね、こういう人がいたからこの稲毛っていうのができて、まあ現代的に言えばさ、稲中卓球クラブなんていう漫画もこの人の名前から来てるわけですね、多分。そう、想像です。枕時代初期、まあ、鎌倉時代初期、稲毛三郎、重成かなの子ど、子、小沢小太郎重成が、小沢城に拠点を構える。小沢城ってどこにあるのかな、大体この辺の地域にあるのかな、室町時代、寺尾若狭、寺尾若狭主が寺尾町を築城